その話をね、今からお聞きしたいんですが、少し裏金問題で少しだけお聞きしたいのはね、はい、裏金問題は実は警察だけでなく検察と裁判所にもあると。はい、で検察については三井玉木さん、はい、僕も直接お会いして、あの本にも原稿書いていただきました、千葉さんにも書いていただきましたけど、この三井玉木さんの検察の裏金の少しですか。まあ、これもね、本当に偶然ですけど、全国に推薦という、まあ、高校がありますけど、その中で検察の裏金をその実名告発しようとした三木玉木さん、そして警察の裏金を現職で告発した千葉敏郎、同じ高校なんです。先輩後輩なんです。4級後輩、先輩です、彼は。こんな偶然の一致ありますか。だから、で彼は中松見東校から中央大学行きまして、うん、あのまあ、司法試験取ってですね、なかなかやり手の権利でした。はい、で、まあ、私は松見東校を卒業してからあのすぐに警官になりましたけど、まあ、あることがあって中央大学 の, その法学部の学生になったんですね。だから、ところが2年やった時に家内が癌で亡くなりましてね、もうそこで私ちょっと折れてしまって、もう学校も中退したんですけど、でそういう意味でも同じ中央大学のその法科でしたから、そのつながりになったんですね。それも偶然なんですね。いや、初めて聞いた。だからその当時はその先輩が多いのを知りませんから、当然、で事件があって三井さんが逮捕された後ですね、あ、なんだ俺の高校の先輩かいってなってですね、で出てきたから、まあ、三井さんから会いたいのでお会い、初めてお会いしたんですけど、もうね、検察の裏金というのはね、もう本当に少数、検事はまあ3000人ぐらいしかいませんから、警官がまあ27、7、8万でしょ、数が違うんですよ、全然違うんですね。けど、はい、3000人ぐらいの検事ですから、そこで彼はそのまあご本人に言いますと、瀬山さん、私の告発はね、実はその瀬山さんみたいにその正義からじゃないんだと、ちょっと主婦があったと、私分があったと、もうご本人言われてましたね、あの、はい、私の恨み、そうです、私分があったんだと、だからね、そういう意味では、そのダメだけど、しかしやろうとしたことは正義だと、検察たるものがね、調査活動費という名目でね、年間何億という金を自由に使う、それもトップの県議生以上ですからね、全部で50、まあ検事生いますけど、で8つ の, その検事長がいますよね、高等検察庁が、で最高が、まあ、最高検事一人でしょ、そういうポストのトップが使ってる、それを彼は実体験で、その言おうとしてですね、だから途中で結局それが全部もうダダ漏れになったんですね、情報が。三井玉木さんは当時大阪地検の公安部長、大阪、いや大阪高等検察庁、高等検察庁の公安部長です、ね、現職ですからね、現職ですごい高い位置ですよね、はい、その人をね、あの、まあ、いわゆるその当時テレビでね、有名な方、そのある番組スクープですかね、ラスクープです、あのトレオエシュタさんのスクープですね、はい、そこへ取材、あのテレビ出て、はい、その後民主党の菅さんだったかな、いや、そうです、菅さんのところで国会で追及するという手はずになってたんですよ、その朝に対応ですから、だから私もそれをご本人から聞いてね、それも微罪中の微罪ですね、もうそれはね、あの警察に正面刑言ってね、事件には正面刑という、あの事件は、まあ、多少面したぐらいのレベルなんですよ、それを正面刑言うんですよ、言葉で。だからね、それ本当負担ならやらん事件でやられましたけど、でも僕は玉木さんにね、先輩、なんで検事をやるよって自分とこの職場のことをわからんのですか、言ったら、わしもそこまでするとは思わなんだって言いましたよ。でも大阪県警もですね、県警じゃない、法権ですよ、法権の公安部長を大阪の検察が逮捕したんですから、仲間が逮捕したんですよね、考えられるでしょ、それも微罪で、やっぱ住所移転のあれがどうのこうのでしたですね、はい、その処理の不備で、とにかくね、とんでもないで、結局実刑食らったんですよね、
時給食らって、そして結局時給食らうと放送資格なくなるんですよ。ですよね。だから弁護士もやれないんですよ。退職金も取りましたね。でその状態で私に会いたいってきて、で話いろいろ、まあ、まあかなり会いましたけどね。やっぱり三井さんもそうですね。やっぱりね、私が言うたら、世話さん、あんたはすごいな、僕はもう普通ですと、警察のやり方見たら分かりますと、はっきり言ってやり方は私よりあんまり賢くないんだから、だから考えたら分かるでしょ、あなただって考えたら分かるでしょって言うたら、いやそこまで思わなかったということもね、本当にずっと考えてましたよ。だからやっぱりそこまで見んといかんのかな、そうですよ、ね、で結局まあそんなことがあって、検察庁のその裏金、でまあ実は裁判所に裏金があるということで、まあ生田弁護士という方が有名な、はい、やってですね、で実はあの去年ですね、あの和歌山のカレー事件のことが若干おかしいということでね、映画マミーがね、はい、注目されてます。あの2年前に私実はその弁護士から依頼があって、池袋で中心に勉強会なんか呼ばれて、まあ、話もしたり、そしたらそこでその同じ主催する出版社の方が、警察と検察と裁判所の裏金について実態を書いてもらって、そしていろんな冤罪の問題にまたその和歌山のカレー事件とかね、そういうところにつないでほしいんだということで依頼があったんですけどね、私も半年ぐらいかけて書き上げたんですけど、まあ、ちょっとこれを出したらですね、あまりリアルに書きすぎましてね、これ原稿を見た生田先生もこれは売れるんだと言ってましたよね。だけど絶対名誉毀損で裁判になるだろうなと、通信にかかるだろうと思ったんですよ。私には今も弁護団が原則的に、まあ、解散はしてませんけどいないですから、そういうことになった時にね、昔なら頑張れましたけど、もうこの年になってね、まあ多分ね、警察庁とかその警察官じゃなくて、警察 OB がね個人的に訴訟を起こしますよね、私に実名で書かれてる連中がね、だって全部実名だもん、だから私だからそれはもう今私の手元にはないんですよ。あるところにおいて、私死んだらもう全部出しますって言ってます。で、さっき言いましたように、現職の時に現職警官、まあ、裏金実名告発という本を出した時にね、かなりカットされたんですよ。きつすぎて。カットね。で、きつすぎて、それを私ずっと持っとったんですけど、ある出版社の方と話しとったら、それを出させてくれと。そっちの方が面白い言われたんですけどね。でもこれはね、やっぱりこれ出したら私の今まで書いてきたことがあまりにも過激ですから、私も出たことが、だからこんなこと書いたらね、世話さんもう嘘だから、これも嘘だというふうに言われますよと、だって信用、このちっちゃく私の書いた本だってね、私やせればちっちゃいんですよ、一部ですから、それでも皆さんが信用してくれないの、で僕は全国で今700回ぐらい講演してきましたけど、すごいですね、はい、まあ、ほとんど無料ですよ、こういうの取りませんけど、でもねその時にね、まあ記者会見したまだ間がない時に愛媛県でね、講演したわけですよ、たくさん来てくれて、で実はこれですと思うつべ、全ての警官が残念ながら裏金というにはね、大なり小なり関与してると、そしてもう全国一緒だから結論的に言うと私以外は全員関与してますと、言うたんです。そしたら一人の方がね、当時私は55歳でした、その方が60過ぎの方でしたけど、次の市でやったら来てるんですよ、次の同じ場所でね、講演会をやったらね、その市で、ある市でやったんです、なんとかしてね、その次のね、15キロが離れたところでまたあったんです、もう本当にしょっちゅう講演会依頼がありましたから、全国的には。で、愛媛県の同じ地域で、近くであったんですよ、その方がまた来てくれて、で最後まで残ってですね、その方がね、私に深いこと頭下げるんです。
私前回あのどこどこで聞いた、あそういえばあの置いてましたねって言ったら、うん、なんで謝るんですかって言ったら、いや私瀬間さんの話が信用できなくて、うん、家帰って近所で仲良くしてる駐在所へ行ったと、うん、実は昨日瀬間さんの話聞いたらみんな裏金に関与してると言って、あんなあの愛媛の方言で天賦なんですけど、うん、あんな天賦なこと言うてね、うん、大げさなこと言うと言うんですけど、うん、言うてね、うん、そんなことないでしょって、その駐在さんがものすごく私も知ってる方だったんだけど、あのそこへすぐに行ったんですよ、うん、そしたらその駐在所の方が、うん、そうなんですよ、船舶場がおかしいんですよ、領収書かかるんですからと、うん、はい、そう言ったんです、あの真面目な方が、うん、領収書書くのは当たり前なんですよ、彼らは、ね、それだけ脳みの落ちてるんですよ、みんなで渡れば怖くないっていう、だから、うん、あれですね、船舶長はね、あの男だけあかんのよ、本当あの困ってる、悪いんだよそれ聞いてその方がね、うん、こんないい駐在所の方がね、うんうん、そういうふうに言っても私はもう目から鱗だ言ってね、うん、そして疑ったことをね、うん、申し訳ないですって、あそういう意味合いに来たんですよ、うん、いや私ね、それ聞いてその駐在さんも正直な方やですよね。だから最初はね、そうや、船場は船場長悪いんだよって言った時にね、やっぱり船場さん嘘だと思ったらみたいですよ。上司長かかん船場悪いでしょってこうですから。もうそれだけで全てを表してくれましたよね。だからね、さっき言いました、僕を助けてくれたジャーナリストの東玲治君と一緒に全国講演するんですけど、うん、その高速道路でね、たまたまそのコーヒーの方で休憩で飲み寄ったらね、うん、当時は全国放送された報道されましたから、うん、全然知らんかったからね、うん、あの頭下げられるんですよ、うん、でいや何ですか言ったら、うん、私と東に対してね、うん、いや瀬間さんがしてくれたことはあのね、あなた方にとって何のプラスもなかった、うん、なのに私たちのために警察を良くしようとしてくれたことに感謝しますって、うんうん、もうああいう時はね、あこれは日本人というのは素晴らしいと思ったんですね、うん、だから未だにね、もうでいろんなところから横浜なんかもやっぱり神奈川県警がかなりひどかったですから、うん、横浜あたりから防波があって行くでしょう、うん、そしたら僕は田舎もんですから、そのあそこの観光地へね、うん、あの電車でじゃあ行きましょうかなんか行って行ってくれるわけですよ、うん、そしていろんな長谷寺とかね、あの鎌倉あたり連れてくれたりとかね、うん、いっぺんはね、なんか箱根もいっぺんね、うん、そのおんぶの方連れてくれたんです、うん、そ箱根のなんかこう黒い卵を売ってる地獄谷に行くところだったかな、あのあたりでね、うん、おったらやっぱ来るんですよ、そのひょっとして愛媛県の狭さはないですかと、うん、箱根で言われるんですよ、うん、もうね、あの時に本当はいや、テレビっていうのは怖いなと思いましたね、うんうん、自分が知らない人が知ってるんですよ ね、 私に来るんですね、うん、だから、いや、これはもう本当、だからまあ嬉しかったり苦しかったりしましたけど、うん、まあ、だから自分はね、記者会見したことはね、何ら後悔もしてないんですよ、うん、その代わり、あのマイナス失うものもありましたけどね、うん、だけどまあ、今がありますし、まあそのおかげで木村先生ともお会いできましたし、いろんな意味でね、本当にまあ、こういう人生を送ってきましたけど、うん、まあ、映画化の話もありますしね、はい、あの映画化、はい、ウィニーにもね、はい、そうですね、瀬戸さんの役の方が出て、あのウィニーがね、去年あの公開されましたけど、はい、でこのウィニーっていうのは主演は東出さんなんですよ、あの背の高い方ですね、正弘、うん、さんから東出、ね、うん、福田村で主演した人、そうなんですよ、そうですか、はい、一緒に関わった映画ですけど、福田村事件で、はい、まあ主演というか、はい、主演の一人ですね、いやそうですね、いやいい役されてましたね、味のある彼は、でね、その方が主演で、その東大の金子先生というね、ウィニーというソフトを作った方なんです、うん、ところがそのウィニーをで実は私の裏金を証明できたというその実話があるんですよ、うん、そのウィニーというのはお互いのその相互交換ファイルのファイル交換ソフトですね、お互いファイルを交換しますから、うん、自分のデータも取られるんですよ、うん、それを愛媛県警の刑事課長の、うん、
まあ私物の私物のねあのパソコンから、うん、彼はまあアダルトを撮ったわけですね、無料で、アダルト映画をね、うん、ところ自分のところに入れとる操作で裏金の嘘で作って裏金を渡したっていうそういう捜査情報が十何本ね、捜査報告書も全部取られた、流れたんですけど、それで私は記者会見した後ですから、大変だったわけですよ。それでこんなものを作った、ソフトを作ったのが悪いだったわけです。で、金子さん逮捕されたんです。で、まあ、あの7年かかって無罪になりましたけど、その後すぐ亡くなりましたよね。あ、そうですね。でその事件にその私の裏金の記者会見の時にプラスになったということで、私もその映画の中に出てですね、で私の役はあの吉岡秀隆さんという、ドクターコトーとかね、北の国から純君とか名子役からね、名優俳優だったトラさんとね、水尾君とかそういう役してましたけど、彼が私の、ね、役で最初はあの名前が違う、最初ね、恥ずかしいんですけどね、監督やプロデューサーという曲脚本を書いた方がね、白鳥亮なんていう名前なんですよ、私。笑うんですよ、笑うんでしょ。絶対絶対笑うんですよ。まあね。で白鳥亮でね、吉岡さん主あの芸名賞ですよ。あの撮影賞ですよ。で私脚本を見てね、これ何ですかって、いやすいません、いやいや金子先生は実名なのに、いや金子さんは死んどるからですよ。私生きとるけどどこ行ったって実名ですよって言ったら、映画関係者監督がね。すみません、本当にいいんですか、ユキ。もちろんですよ。で、千葉敏夫実名です。すごい。だから、あ、すみません。なんかね、千葉敏夫、松山東警察署、千葉敏夫でしょ。それ愛媛県警はもう、腹の後ろでしたらしいです。大丈夫。実名でも。で、まあでも彼は紳士で、私はどちらかというとアンチ紳士ですから、まあどちらかというと野心的なものですから、ちょっとイメージが違いますね。イメージが違いますよね。吉岡さんは本当紳士です。ところがあの主役している吉岡、東出さんがね、まあ撮影現場を呼ばれていくじゃないですか。だから、あ、ご本人が来られたということでよくまあ歓迎してくれたんですよ。でそこでまあ休憩、撮影の休憩でまあいろんな話するときに、まあ男がその不倫して別れるとかなんとかいう男だから、そういうあの話も結構まあ盛り上がったんですよね。で私はその東出さんがそういうことをなったというのを知らないものですから、芸能界知らないんで、ありましたね、はい、それで私も実は映画化が決まって、私の役はあの渡辺謙さんでというようなことで映画化の契約したんですよという話したらね、シーンとなったんですよ、その現場がね。その不倫をしても構わんけど、まあ、あんまり裏取られるようなことしたらダメよね、なんかで、ちょっと軽く言うたんですよ。そしたらね、シーンとなしますね。ほんで、まけにその、私の役は渡辺謙さんのキャストなんですよ、なんか言って契約もしたんですよ、いう話したら、なおさらシーンとなって、なんでこんななんですか、言ったら、不倫さん、ちょっと、なんですか、あの自分の最初渡辺謙さんの娘さんですよ。え、そうですか、って、皆さん知っとんですかですよ。僕は知らなかったんですよ。でそんなんでね、だから本当に彼はでもいい役者さんで、でもあの、まあ、ウィニモのおかげであの全国130巻ね、あの東宝館がやってくれましたし、まあ、あの公開は遅れましたけどね、いろんな圧力がありました。やっぱりあるんですね、だから本当にあのいろんなことありましたけど、でも私がもうやっぱり言いたいのはね、せっかく真面目な志で警官になっておるのにね、その志と潰しているのが裏金なんですよ。全員犯罪者にしたしてるんです。一番大事な。だから私あの裁判所でも言いましたし、その一般のこうあの現職の時から講演する時は最初にね、まあ枕言葉じゃないんですけど。日本のありとあらゆる、まあ、団体、観光庁、組織、いろんな会社があると、その中で毎日の日常勤務を通じて、犯罪を行っておるのは警察とヤクザであるということをいつも言うんです。もちろんヤクザとその警察は質が違いますけど、犯罪は犯罪ですよ。
うん、お金からも、うん、そしてもう一つは残念ながら警察はセパ両リーグの覇者だと、うん、何ですか、君は セクハラとパワハラだよと、まあ、そういう意味かセクハラとパワハラの親分が警察だと、うん、最近自衛隊なんかもありますけど、うん、まあ警察の日ではないですよね、うん、だからそういうことで汚名がありますけど、まあ、それともまだ日本の警察はまだまだ信用されてるんですね、うん、世界的には、うん、だからでもね、このまま行ったら本当明日は我が身ですよ皆さん、うん、冤罪だって、うん、いやー、裏、その裏返の話と冤罪がね、関わってるっていうのは想像しませんでした。それ一番重要なお話、ポイントでした。だからまあ、鹿児島県警なんかの本当本田さんなんかもね、うん、やっぱりいろんなことありますけど、彼も、うん、その警官の起こした事件もね、はい、第2グループワーストの第2グループに入りたくないというその気持ちが働く働かないに関わらず、うん、それを隠蔽すると、うん、皆さんご存じないでしょうけど、警官が噛んだ事件事故は、うん、105事件ということで、105、うん、とまあ隠語ですよね、うん、で105事件として全県本部長指揮です、うん、鹿児島の問題はですね、はい、今日もう時間がですねもう押してますので、また改めてね、はい、志布志事件と、ね、今の鹿児島県警の不祥事隠蔽事件は改めて、それからもう一つ聞きたったお聞きしたかったのはね、うん、高知白バイ事件もありますので、そうですね、それはまた次回に話すということでね、はい、うん、今日のお話は本当にですね、うん、その千葉さんのね、うん、警察官人生のね、いやちょっと長くね、いやいや、だらだら話しましたけど、もう大事なお話をね、大体5時間話しても尽きんでしょうね。いやいや、ずっと聞いていたいという気持ちになりますし、だって本当ね、まあ、強盗以上の事件が起きると捜査本部が起きますけど、うん、その時期どうなるかいうことなんか皆さん知らんでしょ、実態を、はい、ねえ、うん、いっぱいあるんですよ、はい、それを言うのは私しかおらんですよ、だってテロを予防してないから。本当ですね、はい、はい、だから今日はなんかね話がちょっとそれましたけど、うん、まあでもね、これから入ってくるものもいますから、はい、で愛媛県警では私の高校の後輩も何人かいるんですよ、うん、県警でね、うんうん、で彼らもそのまあそこそこ皆さん出世しそう、私以外はね出世しそうんですよ、うん、まあ、大学なんかも神戸大学行くとかなかなか優秀な人らが県警入ってますから、はい、で彼らが退職をする年になったんですよ、うん、退職したら必ず連絡あります、うん、先輩すいませんでした、うん、現職の時には応援もできず、うん、何も連絡もできなかったと、うん、だけど私は定年退職で、うん、まあ、本部の部長期までやってね、うん、定年退職で再就職どこどこ行ってますと、うん、言うてね、やっぱり挨拶があります、うん、申し訳ありませんでしたということで、うん、だからそういう両親は持っとんですよ、うん、はい、だから、はい、だけどなくさないと今からでも遅くないですよね、うん、本当なくさないとダメです、うん、はい、はい、本当に僕は千葉さんは警官の鏡だと。いやいや、そんなことないですよ。本当にそんなことないですよ。僕も普通ですよ。お金の問題で言えば、今さっきね、公演それだけ700回もやられててもね、はい、うん、交通費、実費以外はね、もう受け取らないっていうのも。実費もないとこもありますもんね。はい、今回もそうですよね。いや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 、それとか、それとまた、あれですよね、映画関係もね。はい。もしももう、ノーギャラです。ノーギャラでね。え？しかも、もう最後に一つだけ、ある方からの遺産相続の申し出もあったんでしょ。いや、あれ私もね、私のテレビドキュメンタリー宣言というテレ朝のね、なかなか人の番組があったんですけど、1時間も私夜の7時から8時までゴールデンタイムに放映されてね、うん、かなりそれまでいろんな方、有名な方出たんですけど、うん、私の時が一番視聴率高くて、うんうん、でテレビ朝日の担当のとこ電話が鳴り止まなかったんです。私とこも遅かったです。すごいですね。その中に新宿の方が、うん、テレビ朝日を通じて、うん、私の住所も全部教えてしまったんですよ、うん、なぜか言ったら私はもう独居老人で資産をね、うん、もう全部その相続者がいないと、
千葉さんのテレビ見て感動したんで、すべてね、お譲りしたいと、来たんです、正式に。で、弁護団会議にかけましてね、先生、こういう話があるんですかって言ったら、じゃあそれもらいましょうと。弁護士の若い方が NPO を立ち上げてね、で、千葉さんが活動の足しにしたらいいじゃないですかと。でも私はね、お金もらったら、どうせ千葉は金のために魂を売ったと、その裏金だってその全部金のためにしたんでね、なんだかんだって言ってどうせ言われるの分かってますしね、お金のことを言ってる人間がお金もらえるのですよ、出演料だってもらえないんですよ、それでお断りしたらね、その方直接でもバンバン買ってきましたね、もうそうなんですか、千葉さんどうぞもらってくださいと、いやもう気持ちだけ受けられますって言ったら半年後に亡くなりました。で私はもらえませんでした。だから今思うとやっぱり活動するためにはあの NPO を立ち上げて弁護士が言った通りもらった方が良かったんじゃないかと思いますけどね、今はですよ。でもまあそれはもう10年前ですからね、本当に10年前ですから。いや3億5千万ですからね。3億5千万です。ちょっと信じられない金額ですけどもね。あの土地とかね、現金とかトータルで3億5千万ありました。それを私に相続したいと言ってくれて、はい、分かりました。はい、そのまま分かりました。お金には一貫してですね、潔癖だと思いますし、潔癖すぎる。いやでも経済性がないんですよ。いや、はい、まあ、素晴らしいあの人生をね歩まれていると思います。恥なき人生ですよね。本当に我が人生に悔いはないです。いや素晴らしい、それは本当にそれをね言えるっていうのはですね素晴らしいと思います。でまた、はい、改めて ね、また別の機会にね、いろんなことありますから、残された課題でまたお願いしたいと思います。だからすみません、いえいえ、今日本当貴重なお話をですね、あの聞かせていただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。